じゃないわ。ここでもねえってばよ。ここにもいないわ。どこだ。どこにいるの。サスケ。桜か。サスケ。ナルトか。俺を殺さなかった。それで断ち切ったつもりかよ。サスケ。簡単な理由だ。お前とのつながりを断ち切れなかったんじゃない。お前の命は俺の気まぐれで助かっただけだということだ。お前は命を落とすんだぜ。仲間一人救えねえ奴が木陰になんてなれるかよ。そうだろ、サスケ。サスケくん。わしの力が必要なんだろ。誰を殺したい。封印を完全に解け。そうすればお前に全ての力を託してやる。これがお前の未知の力だったか。どうやらシャリンガンを見るのは初めてではないらしいな。なら、お前が九尾の妖狐。ナルトの中のわしが見えるまでになるとはな。忌まわしきそのシャリンガン、呪われた一族の力というわけか。その動力とわし以上にまがまがしいチャクラ、かつてのウチハマダラと同じだな。知るかよ、そんなやつ。ええ、そろそろ里に戻ってくる頃ではないでしょうか。戻ってきてもらわねば困る。ああ、おい、あれもしかして。まあ、間違いない。まさか。懐かしい。全然変わってねえってばよ。何もかも懐かしいってばよ。うん、うん、ん？はは、綱手のばあちゃんの顔岩が増えてやんの。みんな、渦巻きナルトが帰ってきたぞ。いつ帰ってきたのよナルト。たった今だってばよ。久しぶり、さくらちゃん。ナルトの兄ちゃん。あ、お色気の術。うわ、どうだこれ、かなりのボッキュッボッだろ。そんな術では生ぬるいってばよ。見よ、新開発した俺の新エロ忍術。このバカ。ねえ、中身は全く成長してらんのか。おのれは切れ具合とあの怪力、まるで綱で二世じゃの。やっぱ桜ちゃん変わってない。つうか
前より凶暴になった気が。あ、なんか言ったか。ある男の相手をしてもらう。このためにわざわざここ数日は任務にもつけず待機してもらっていたのだ。その相手とは。入れ。ああ。入れ。どうも。ナルト。おい、ナルトじゃねえか。近まる。こいつ、あのチビか。ん？じゃあ俺の相手は近まるってわけか。俺は書類を届けに来ただけだぞ。あ、近まるじゃないのか。じゃあ誰だっけ。覚えてないのか。あっちだ。あ、でかくなったな、ナルト。よ、カカシ先生。あのさ、あのさ、カカシ先生にプレゼントがあるんだってばよ。ん？なに？お前、これは？これってば、イチャイチャシリーズ3年ぶりの最新作。すんげえつまんねえけど、先生、好きなんだろ？ふん、アホが。あの面白さがガキに分かってたまるかっての。おまけにまだ世間に出てないレア物だってのに。よし、お楽しみはその辺で終わりだ、カカシ。ナルト、サクラ、お前ら二人だ。カカシ先生が相手。カカシ相手にどれだけやれるか。後で第三演習場で落ち合おう。じゃあな。ダーム、カカシ先生ってば、いつまで待たせる気だよ。ま、昔っからだけどね。まったく。いやー、悪い悪い。実はここに来る途中でおばあさんが困ってて。はい、それ嘘。